僕が挑戦すればゲームスターも奮い立つ歌まね合戦スターに挑戦。よくやってまいりました。こんばんは。こんばんは。はい、お名前どうぞ。茨城県から来ました奥村智子と申します。おいくつですか？二十歳になりました。どうですか、ボーイフレンドは？まだおりません。募集中です。さあ、大きな声でいきましょう。はい。森まさこさんの全部が好きです。全体が好きです。昨日まで風邪をひいて寝ていたんですが、精一杯頑張ります。はい、頑張っていきましょう。ちょっとおとなしい方やね。ちょっと上がってるみたいですからね。はい、落ち着いていきましょう。さあ、あなたが挑戦するスターの名前は、郁恵ちゃんです。淡い初恋消えた日は、雨がしとしと降っていた。先生、懐かしいですね。それではスターから参りましょう。はい。審査の方、ワン、ツー、スリー。さあ、思いっきり押してください。ただいま負けております。逆転のケース、プロの先生方、ワン、ツー、スリー。挑戦者の勝ち。はい、小森先生どうぞ。はい、これはね、とってもいい勝負だと思うんですね。見方が違うんですね、はい、なんて言いますかね、声の点から言うとね、挑戦者の方が有利ですね。だけどね、なんかもし雅子ちゃんの持ってるね、なんか一つの雰囲気っていうのはね、なかなか郁恵ちゃんも頑張って出してたと思うんですね。だとっても難しいところです。そうです。ですからもう点数がね、9対10なんていう、はい、本当に接戦でした。接戦です、はい、それでは内外タイムズの森田さん、お願いします。大接戦だったですね。この曲、前半がですね、風景描写で、後半が心情描写になってくるんですけども、はい、そのあたりのつなぎ方も実にうまく挑戦者の方はいったと思います。はい、スターの方はですね、淡々としてそっくりだったんですけどね、迫力がもう一歩というところだったですね。もうちょっとでしたね、ロビンフット様ね。ご苦労様でした。